ですから、もはや公平な選挙ではない、公平にやったとしても結果は軍中心の国家しかできない、さらに現実は公平ではない選挙を行うですね。こういう状況ですから、アウン・サン・スー・チーや NLD が、自らの政党を解散し、そして選挙をボイコットするという判断をしたのは当然と言えます。もし、政党登録をしてしまい、そして、こういう屈辱的な無意味な選挙に参加してしまったら、 NLD やアウン・サン・スー・チーは自分たちを否定することになります。国民の多くもそういう状況を理解しているというふうに私は判断しています。さて、今年の選挙関連法、3月に出た選挙関連法を見ますと、まあ、労働組合に例えて言えばですね、組合と経営者が団体交渉をするときに経営者側がゼロ回答を出したような、そういう中身です。その結果、選挙はたとえ公平に行われても軍中心の国家にしかならないんですけども、さらに儀礼的な選挙になることが明らかになりました。どういう点で儀礼的か見ていきましょう。まあ、まず、先ほど言いましたけれども、その初めから指定席をもらっている軍人の議席というものが、上下両院 25% ずつあります。それだけじゃなくて、軍人が軍服を脱いでシビリアン、民間人の格好をすれば、自分たちで作った政党から堂々と立候補することができます。で、その軍人たちが作った政党が USDP という政党で、もともと存在した軍の作った大西洋山会のような自称 NGO があるんですね。NGO ではなくて、これは実際は軍が作ってるんですけども、そういう大衆、自称大衆 NGO 団体を政党に衣替えして、それが与党になるように、多くの元軍人というか実質現役軍人がその政党から公認候補で立候補しようとしています。ですから、選挙の結果、議会の過半数は軍人ないしは軍の息のかかった人物になる可能性が非常に高いんですね。それから、軍人でない人たちの参加をなるべく少なくするために、供託金を非常に高く設定しました。供託金というのはご存知だと思うんですけれども、選挙に誰でも出られるようにしてしまうと、みんなわーっと出てしまって、大変なことになりますから、責任持って、政治に関われる人だけが選挙に出られるようにということで、供託金というものを納めさせます。これはどの国もやってます。日本でも、衆議院、参議院、それから地方議会の選挙、必ず供託金を払うんですが、これは当選した場合はもちろん返ってきますし、最低得票数のラインを超えた場合も返ってきますが、なんとこの供託金が非常識な額なんですね。1人500ドルなんです。1人500ドルというのは1ドル1000チャットの現実を考えますと、これは、ビルマの普通の公務員のですね、年収1年か2年分に当たります。手の届く人はあまりいない額です。そういう額を払わないと出馬することができない。で、これによって財政難の民主化の諸々の政党を追い詰めているわけですから、反軍政の民主化勢力で、まあ、NLD 以外の政党が出馬の用意をしているんですけども、500ドルの壁、1人500ドルですからね、1つの政党で500ドルでしたら簡単にクリアできるでしょうけども、1人500ドルですから10人出す場合5000ドル、そういうお金が出せない政党が多いんですね。で、脱線しますけども、私のビルマ人の友人は NLD の支持者なんですけども、NLD が選挙に参加しませんから、ある別の政党から隠れ NLD で出馬しようと準備をしてきました。ところが、この500ドルの供託金を払えということで、その方はビジネスをしてますから、自分の分は払えるのですが、他の仲間の分も出してくれと自分の党から言われてしまい、それはできないということで、出馬を取りやめてます。ですから、まあ、軍の思い通りにシナリオを進んでいると言ってもいいんじゃないでしょうか。それからもう一つはですね、国境付近の選挙区では投票を行わない、まあ、これは延期するとも読み取れるんですけども、おそらく実質行わないんでしょう。国境付近にはどういう問題があるかというと、軍政と停戦協定を結んだ少数民族の諸グループがあります。全部で18あるんですが、ビルマ軍政はですね、現在、その停戦協定を結んだ少数民族の武装勢力に対して、ビルマ国軍の国境警備隊に入りなさいと命令をしています。2008年の憲法によれば、ビルマ国内の武装勢力はビルマ国軍だけと書いてあるんですね。
そうしますと、少数民族が独自に武装勢力を持っていることは憲法違反になりますから、選挙が行われる11月までに軍政としては国境地帯の少数民族の武装勢力をビルマ国軍の名前による国境警備隊に切り替えたいわけです。武装勢力のうちの半分ぐらいはしぶしぶ応じましたけれども、残り半分は応じていません。そうなりますと、浮き明け、今月の後半からビルマ国軍が国境の少数民族武装勢力を制圧しに向かう可能性も高い。そうなりますと、何万という数の、もしくは何十万という数の難民が中国の雲南側に出てしまう。中国との関係が微妙になります。先月でしたか、譚修英議長が北京に行きましたけども、そういった事柄も中国側と話し合ったんだと思うんですけども、いずれにしても軍政側が強硬策を取ると大量の難民が雲南側、中国側に出てしまう。そういう状況があり、さらに混乱をするわけですから、そこで選挙となりますと、地元の少数民族の人たちは反軍政の感情が高まって、選挙を妨害したりボイコットしたり、もしくは自分たち独自の候補、反軍政の候補に票を集めて当選させようとする。それは軍政から見ると非常に都合が悪い。そこで国境付近の選挙区では投票を行わないと、つい最近決定したわけです。そしてですね、面白いのは、選挙管理委員長が今回の選挙の場合は軍人なんですね。20年前の1990年の選挙の時には引退した高級官僚が、もう80を超えている方ですけれども、ウー・バテイという方が選挙管理委員長をしましたが、今回は軍人です。少々の位の軍人が一応退役してですね、表向き選管の委員長をしています。で、軍人が選管の委員長をし、さらに選挙管理委員会の委員長の権限の中にですね、いいですか、投票日の延期を決める権限というのがあるんです。わかりますか、日本の選挙の時の選挙管理委員長に投票日を延期するなんていう権限はもちろんないのですけれども、民主的な国ではそんな権限を選管の委員長には与えませんけれども、ビルマの今度の選挙では選挙管理委員会の委員長が軍人 でもし軍政にとって都合の悪い状況になったら、自分の判断で投票日を延期することができる、そういう現実です。だから儀礼的な総選挙だと私は言ってるわけです。で、さらに、詰めがあってですね、軍政から見て詰めの行動があってですね、選挙ボイコット運動をしたら捕まえるとはっきり言ってます。ですから選挙ボイコット運動はできません。まあ、体張ってやる人はいるでしょうけれども、それは捕まって場合によったら拷問を受ける覚悟をやらないといけない。そしてさらに選挙運動そのものにも厳しい規制があって、集会を開く場合は事前に届け出ろと、そこで何を晴らすかについても事前に届け出ろということを言っています。それから行進とかシュプレヒコールも厳しく制約されています。ですからこの選挙は希望もなく、やる意味もなく、そういう儀礼的な選挙だということが結論付けられるわけです。さあ、こういう選挙が行われてしまうわけです。残念なことに、これを止めることはおそらくできません。問題は、選挙が終わった後、国際社会が、私たちを含む国際社会がどういうふうに関わるかというところにポイントがあると思います。まず、マスコミ報道などを通じて判断する限り、予想される事態はこういったことだろうと思うんです。ビルマの軍政と非常に近しい関係にある中国、ロシア、ベトナム、カンボジア、この4つの国はですね、こういう希望もなく、やる意味もなく、儀礼的な選挙であったとしても、これは非常に素晴らしいことだということで、選挙を積極的に評価し、軍政を褒めたたえると思います。次に、インド、タイ、シンガポール、これらの国々もビルマ軍政との関係が強いんですけれども、この3つの国は、そこまで積極的に拍手はしないでしょうけれども、前向きな動きとして評価するというメッセージを出すものと思われます。これらの国々はビルマの天然ガス、その他地下資源に頼ってます。そういうこともあって、また経済関係が深いので、軍政とのパイプを維持したいがために、軍政が今回行う儀礼的な選挙を前向きに評価するということ。